はい。ロードゲーム。ベッドがたくさん並んでますね。皆様はまじない師の森に行っているようです。はいはい。そうそうそう、ね、ちょっと久しぶりなんですよね、またね。このキナのあ、バン同じのつけてるキナの、ことを助けに行くっていうので、あ、これキナの家に来たんだっけ。なんでこんなとこでやめてんだっけ、全然覚えてないんだけど。やっていくか。え？何？教育？この椅子に座るとメインボーンを教育することができます。探索や戦闘においてどのような行動を重視するかの指示を与えることができます。同様にポーンの言葉遣いについても指示を与えられます。もっと丁寧にとか。定められた局面での口調が変化します。口調とかも変えれるんだ。語らいの肘掛け。ここ？座る。うわあ！私は常に危険を抑え、安全に戦いたい。そう考えています。各社様はこの考えを好まれますか？なんかさ、二人とも膝に手を置いて。お見合いみたい。うん、はい、いいと思います。了解しました。うん。体力やスタミナの消耗には常に注意を払う。ああ、面談だな、これは。うん。あ、でもまあ、闇雲にはあれだけども、普通に攻撃はしてほしいよ。あ、これだけ？私は、場を読み、適度な発言を心がけています。どう思いますか？いいんじゃない？だってこれ、場を読んでほしいもん。ほら、私、そういうの好きよ。了解しました。え、もう少し喋ることを心がけます。あ、今まで喋ってなかったの？無念にも力尽きた各社様が再び力を取り戻した際、私はどのような言葉遣いで声をかけるか。現在の言葉遣いは普通です。あ、私まだ力尽きたことないから分かんないから、そのままでいいよ。わかりました。そうします。あ、以上3つ、そう、こういう風に設定ができるんだ。面白い。あ、ここは宿屋か。はい。あるじゃん。大コウモリを24体倒せる。はい。じゃあ、ここでやポーンの声、面白い声だね。この占い師、まじない師の森って言ったっけ？まじない師の森に向かう。やっていきましょう。休めそうですね。ちょっとさ、荷物とかどうなってる私。ここはやあ、もう、あ、ね、こうか。ライトだからいっか。うん、やりながら思い出していこう。休憩できますよ。で、地図は2回押しね。フィールドマップ。あ、これどうやって行くんだろう、ここまで。あ、こっちからかな。普通にここ抜けれんのかな、ここって越えれんのかな、どうやって行ったらいいのか、私に分かるじゃろうか。こう行きま、行ってみるか。すごい迷うかもしれません。あれ、どこ行ってる私。もうほら、すでに出口から出れないでしょ。あ、これキナのことかな。あ、だろう。キナはずっとお前の傷のことを気にかけておった。あ、そうですか。しばらく自分の部屋にこもって何かを調べていたが、不意に姿が見えなくなった。あ、そうなんだ。きっと調べているうちにお前の傷について何か手がかりを見つけたのだ。森に行っちゃったの。あの子は懸命すぎて周りが見えなくなることが、いや、もうすでに危ないことになっているでしょう。危ないことになっていなければいいが。そんじゃ森というのとやらに急ごうぜ。まじない師の森。あ、まじない師の森だね。これさ、教えてくれるかな、このポーンさんたちが。こっちですよみたいな。これ地図はあるんだけどさ、魔女の森はこちらの方向に。はい、少しばかり遠出になります。あ、古田ありがとう。お前だけが頼りだ。
街道では行商人や領土の兵士などと出会うこともあります。はい、のんびりでもいいから行こう。間違ってたらそっちじゃありませんよとか言ってくれるかな。あ、ブルータは先導してくれてる。私何せほら知らんからさ。あ、そっか、二人雇ったんだ。あのもうルークはいないんだ。街道は比較的安全ですか。はい、古田についていくよ。いやー、なんかね、年末以来とかなんですよね、多分やるのが。相当久々で1ヶ月ぐらいもしかして経ってるかもしれないんで、話はね、ちゃんと動画編集とかしてたんでちゃんと覚えてるんですけど、まあ何せ操作とかちょっとほとんどまだできてない上に、え、こっち？古田こっち行くね。よし、じゃあこっち行くか。古田についていくよ、私は。ええどこ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 にいんの？の周辺では何か採取できる可能性が。これか。なんだっけ。わいエクスエクス。倒れているゴブリンは無防備です。やりました。巻き木。なんか私の武器光ってんね。あの錆びたやつからだいぶいいのになったね。周囲には常に注意を払ってください。ウルタ。敵や周辺物の発見につながります。これ登ってけってこと？もしかして登るとこある？草あるよ。どっちから行くの？あ、これを取れってこと？海、人は生命の起源などと言いますが、我々ポーンにはよくわかりません。ここ登れってこと？あ、ブドウ。これ登れる？じゃん。登れないよ。フルタどういうこと？フルタ。この足跡はどうやら魔物以外にも動物がいますね。各社様、魔物がいます。わい。この中 LX バーンやるじゃん。ちょ待って、どうやって行けばいいんだろう。フルタが当てにならんってことが分かった。やっぱここかな。やっぱ上の方かな。ちょっと上の方から行ってみようかな。ここはやっぱ通れないってことだね。古田がさ、一生懸命こっちに来たから来たけど、そうだな。だからちょっとまず、あ、宝箱発見。収めて。くらませや。道戻って、あのほら、あの宿営地から、キノコ。戦闘時は焦らず巻き木だった。攻撃機会を見定めましょう。私にはキノコが拾えなかった。今度金色に光ってるわ、私の武器。なんかあれかな、あれしてくれたのかな、エンチャント。街道沿いは比較的安全です。そうだね。これ抜けていけないんだよね。よじ登ったりできないんだね。なんかやっぱ道沿いに基本は行った方がいいってことだね。最終？はい、わかりました。岩場？ここ？なんかあったな、そういえば。まああんま拾わない方がいいか。遠出するって言ってんだからね。宿営地の脇を抜けて進みましょう。こちらです。なるほど。あ、くしくもこっちが合ってたんだな。と言いつつ拾う。回路の発達は盛んではありません。めっちゃ拾えた。何も考えず走り続けると息が切れます。バーニーありがとう。こっちね。でほらさ、なんか前さ、井戸を抜けてきた時にこっちの方出たんだよね。だから私こっちの方の地図あるんですけど、よ。不安だらけの毎日さ。そうだな。この宿営地は魔物の防衛施設として頼もしいですね。自然豊かな良い場所ですね。そうですね。マナミヤ街道。道が分かれていますね。行き先をよく確認しましょう。ちょっと待って、じゃあマップ見る。あ、こっちかな。あ、じゃあ古田はこっち行ってるからこっち行こう。お前を信じていいんだな、古田。
この道はどこに続いているのか、うん、確かめてみますか。え、確かめるって言ってるってことは違うのか。まあ、いろいろ言ってみましょう。え、何が素早く動くときです。非常に無理に注意してください。いいよいいよ。このね、なんか L を押してっていうのやっと分かったんですよね。 L を押したらこうあれが出るんだよね。全然当たってない、全然当たってないよ。あ、キックが当たった。当たらない、結構当たらない。疲れてる疲れてる、私疲れてる。あれあれあれ、いいよ、あれの方がいいかな。あ、ちょちょ、いや、ビッグモに攻撃してもかわされます。数が増えると厄介だ。いっぱいいるね。まだいる、まだいるか。魔物を倒す方法を新たに学習しました。ありがとう。力を合わせた結果です。あ、合わせた結果だね。大丈夫、みんな生きてる、大丈夫、大丈夫っぽい。あ、ちゃんと回復してくれてる。ありがとう。何度でも回復します。ありがとう。じゃあ行こう。もうみんな強いからなんとかなりそう。え、まあ、まだいんの。あ、これか、行ってやる。痛い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 。いやー、食べられてる。私食べられてる。あ、ありがとう、助けに来てくれた。やりました、強いバン、ありがとう。食べられそうになった。これ回復なんだよね多分ね。ありがとう、ありがとう、すごい助かる。領土に続く道とは違うようです。この先に何があるんでしょう。なんか花が咲いてません。花をちょっと取っていきたいと思います。あ、これか、あの薬作るのに集めてた花。ここはだから、まあ、こっち行ってみるしかないよね、今んとこ。これが違ってたら今度こっちまで行かなきゃいけないもんね。なんか岩がない？あそこに大きな岩が。出会う人には盗賊や山賊など。あ、岩が来たよ、岩が。ちょちょちょ、これ避けて避けて。ちょっと避けて避けて避けて。避けて、カン。大丈夫大丈夫、よしよし。あ、これはなんか罠だったのかな。やっぱ岩あったね。こんなんもあんの、穏やかじゃないね。あ、なんか誰か人がいる。あれは盗賊かもしれないのか、でも仲間かもしれないよね。あ、これ骨ない、人の骨、骨じゃなかった。誰か待ってるよね。あいつは何だ。武装した敵がいます。武装した敵、攻撃用の隙を狙いましょう。そっか、やってやるやってやるやってる。痛い、私刺されてる、刺されてる、めっちゃ刺されてる。ちょっとちょっとちょっとお願いします、回復してください。バン頑張れ、バン頑張れ。え、意識が、それは良くない。ちょっと待って、あ、死んじゃう。ちょっと待ってね、ちょっと薬、強い、使う。あ、自分にしか使えないのか。そっかそっか、ちょっと待って。あ、死んじゃう。助ける。なんという不手際、こいつは厄介です。痛い痛い、助ける、助ける、助けたい。あー、死んじゃう。あー、死んでしまった。あー、死んでしまった。強いね。うわ、どうしよう。いや、リトライするけど。最新のセーブデータどこだろう。
これにしようか。強い。あ、これはちょっとやばいね。もうちょっとレベルとか上げてから来た方がいいのかな。それとも、ここか。ここか。ここで休めそうですね。はい、そうですね。あ、でもどうしようもないもんね今。ちょっと待ってね。まず自分の、あ、そうそうだ。え、これってもう変えた後、変える前？あ、変える前だな。一回変えなくても、なんかさ、ちょっと武器防具なんかしようかな。あー、びっくりした。さあ、かっこ撃破とかのがいいのかな。ここは宿屋ですね。これここは最初の村だからいろいろないから。あ、でもここで、いや、あの、やっぱその宿営地まで行ってちょっと武器防具などをしてこようかな。強化、武器は多分結構ちゃんとしたんだよね。防具がさ、多分弱々なんだろうな私。それか敵をもっと倒してレベル上げた方がいいのかな。ちょっとキナを助けに行くのやりたいもんな。まあ、そこを越えなければいけないんだろうな。あー、びっくりした。あ、じゃあセーブしてから行けばよかったのか。次はちょっとセーブしてから行こう。こんな戻されると思ってなかった。という夢を見たってことにしといてもらって。街道沿いは比較的安全です。はい。ちょっとね、キナは助けたいんでね。まあトライしていくうちにレベルもちょっとずつ上がったりするでしょうから、いけなくはないと思うんだけど、あんま突っ込まない方が良さげだね。あ、すいません、ちょっと待ってくださいね。いや、行きたいんだけど、ちょっと防具を新調したいと思います。毎度どうも。はい、どうも。ここにはしばらくだけど、なんかさ、強化もできるんだよね。これで、これは多分もうできる限りはやってるから。あ、上げれんね。どんだけ上がるんだろう。あ、結構上がるね。それをするのがいいのか、それとも普通に買った方がいいのか。あ、狼の毛皮なんてあそこで取れそうだな。ちょっと買うのはいくらぐらいなの。あー、まあまあ安いね。買うか。下がるじゃん。私もう帽子はあれで気に入ってるから。ちょっと待って待って、もしかしてまた私買うとかしてない？買わない。どうすんのが正解なの？もう、あ、 B で戻ればいいのか。あ、これは上がる。でもむちゃくちゃ上がるわけじゃないんだね。もう強化もしてるからかな。だったら強化していく方がいいのかな。そんなに劇的に上がらんもんな。あ、足ね。足。ゲートル。
じゃあちょっと強化の方向で行こうかな。この子はなんか買ってあげたりした方がいいかな。いや、まあ、この子はまあ光栄だからな。これぐらい買ってあげる？まあちょっとじゃあ自分のやつをアップグレードしてできるだけね。私これ結構気に入ってからこれやっとこうかな。あ、軽くもなるんだ。運用ラッパーもあるしね。こんなお金かけていいのかなって気もするけども、私この帽子は割と気に入ってるからやろう。これはいいでしょう。でアーマーもしとくか。まあお金はなんとかなる気もするんだよな、いろいろ拾ったやつとか売れば。古田ちゃんは、あ、そうだ、あとあれも忘れてた。あれしようと思ってたんだ。でもあげとくか。あのピッケル買おうと思ってたんだよね。あとさ、これやっちゃうとちょっとあれか。ピッケル売ってる？あんた。ピッケルツール売ってないな。売ってないのか。向こうか。向こうの人だったか。よし、ちょっとじゃあとりあえずはこれでセーブして、セーブで、まあもし死んだとしてもこっから追われる。あ、であとね、ショートカットちょっと設定しとこう。傘でいつも戻らないっす今のところね。ショートカットってどうやって設定するんだろう。薬草全然ないな。あ、拾ってないからか。なんだっけ。キノコ、スタミナ。スタミナも結構大事だよね。ショートカットどうやって調理するんだろうな。ホットキーの割り当てだ。これじゃない？ホットキーの割り当て。ああ、ほんとだ。あったあった。じゃあ、スタミナだから下にしとこう。これスタミナだよね。で、体力が回復する。これさ、ちょっと調合ができるならして、ちょっと待って、調合。首。リムに触れれば遠慮なく利用してくれ。好きなのを選びな。とね、まず倉庫のやつ。何をする？倉庫に預ける。ここら辺のなんか腐敗してる。これとかちょっと預ける。体力回復症、スタミナ回復しよう。獣肉。あ、大ぶどう。腐った獣肉。腐った人参。ああ、
これとか使っちゃおっかな。普通にこんなん持ってたってさ、忘れそうだしな。この辺はまあ持っててもいいでしょう。小さな木の実か、調合できそうだね。じゃあこれも大きな木の実。あ、これドブロクとかになるんじゃなかったっけね。こういう薬的なやつを持っといて、睡眠解消、薬は持っとく。で、キノコも持っとく。あ、でもキノコもあれなのか、回復するんだ。ちょっとじゃあ5個ぐらい調合できるんだね。調合はできない。これも調合できそうなやつは入れる。で、薬にして、油の矢、あ、こういうのを使えばいいんだね。なんかね、使い方ちょっとググったんだよなこれはいい。何するっつったっけな。なんか A ボタンかなんか押すんじゃなかったっけ。あ、ちょっと待って、他の人のも預けたいんです。この辺のちょっと全部預けて、で、あの、何も拾ってない、何も拾ってない。はい、で、調合したいんだよね。泣きそうは無理。ドブロクってさ、ドブロクって回復すんのかな。薬草、あ、薬草はちょっとまだ回復ができないのか。なんだろうな、これ。キノコは？毒キノコ。ベリー。毒瓶。毒瓶か。腐ったやつはほとんど何もならんな。背脂、背脂、これか。全部背脂にしちゃった。ドブロクはメルセデスに渡す以外でなんか回復したりするのかな。小石すごいあるね。ああ、ちょっと補充しとこうか。月葉、できないね。倒木の樹液、はい。じゃあ、引き出して回復できそうなやつはちょっと持っとこう。
毒解消か。これを、古田ちゃんにも出しといて、薬草はちょっと私ちょっと持っときます全部で、キノコ、うん、これも持っとこう。炎にかけると炎症を防ぐことができる、持っときます。うん、遅くなった動きを、うん、毒消し草ね、毒消し草じゃあ半分ずつぐらい持っとこう。体力が適宜、これも持っとこう。スタミナは回復するんだ。でも毒にもなるんだね。あ、こうのもいいじゃない。ここら辺いいか、腐ったやつ。あ、これ渡しとこう。腐ったやつこれも半分ずつ。眠気覚まし、うん、ガライモの研ぎ汁、小魚、あ、スタミナだって。じゃあこれも持っとこう。背油、矢はさ、盗賊に譲渡。ここら辺はいっか。ん？あ、これはそっか、まだやってないね。何をする？はい。好きなのを選びな。はい、また来てくれ。はいよ、行きます。また来ます。でちょっと、まず薬草、薬草をさ、トキーの割り当てで上にしようかな。うん、で下にキノコにしたから、なんかめっちゃ回復しそうなやつあったよね。めっちゃ回復しそうなやつ。じゃ、この背油を。背油を。あ、じゃ、使わない、使わない。どうしよう、使っちゃった。バカー、バカー。左にする。で、体力が回復しそうなので、なんかなかったっけな。これすげえ回復しそうってなったんだよな。これか。ちょ、待って。説明文切り替え。あ、これ。ホットキーの割り当て。右。うん。で、これ確か、LR じゃなかったっけ？違うな。なんかね、L と R を押しながらだったと思うんだよな。違いましたっけね。まあ、なんなら本当にもう、アイテム欄開いて、そこね、食べればいいんだよね。ちょっとあんまり突っ込まないようにしようね。でさ、ちょっと一回セーブして、
で、あの岩越えたあたりでもう一回セーブして行こうね。資材がありますね。マジで。とさ、資材ってこれのこと？木の実もね。あ、こういうこと？そういうこと？ないってこと？なかったってこと？ここあるじゃん。何？一個。なんかいろいろあったね。こういうとこにあんだ、いろいろ。ありがとう、教えてくれて。で、行こう。ちょっと突っ込まないようにね。突っ込まないようにしてこう。そうみたいだね。よ。どうした？何かよ。ようかと言われる割に聞いてはくれないんだね。不安だらけ。不安だね。こう、あの岩を抜けたあたりでもう一回ちょっとセーブします。あとそうだ、あの、あいつね、あのほら、これは？この宿営地は、これ掴む。魔物の防衛施設として頼もしいですね。狼やった後、狼の毛皮をなんか使うやつあったなぁ。マナミヤか。ここだっけ？ここだったね。ここ。みんな気をつけて。この道はどこに続いているのか、確かめてみますか？わい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 。なんかあった。なんもない。え、これ何？あ、こっから出てきたんだ。そうだね。そう。こっから出てきたんだよ。あそこのほら、井戸。よし、行くぜ。はい。どれで行動する魔物なのでしょうか。クソ、今助けます。あ、何？何これ。あ、疲れてんのか。そういう場合にこう、これ、あ、やっぱり、あ、え、今なんか違うの使わなかった私。あ、使えてない気がする。どれで行動する魔物なのでしょう。やみくもに攻撃しても倒されます。すいません、当たってないってことを言われて。調理した？ああ、ちょっとセーブしときます。全然矢が当たってない気がする。これは大変だ。キナを助けに行けるじゃろうか。ええ、薬草取っとこう。ちょっと、ちょっとショートカットかな。私使えてない気がするな。もう一回あれを。病棟に続く道とは違うようです。この先に何があるんでしょう。なんかいろいろあんだよ。いろいろあった、さっき。でも盗賊にやられたけど。あ、そうだ、あとさ、ね、この矢の使い方、装着にすればいいんだ。そうかそうか。じゃあこれを、あの盗賊の時に装着して、投げつけた相手を水濡れにできる。投げる。こうしたら投げる。持つ。なるほど。なるほど、なるほど。ちょっとそういうのも使っていきつつ、頑張りましょう。あー、あれだよ。岩。岩がね、来るからね。出会う人には盗賊や山賊など。みんな来て。こっち来て。こっち来て。ゴーじゃない。カム。ね。これも盗賊がやったってことか。セーブ。こまめにセーブ。こまめにセーブするよ。ちょっとショートカットがなかなか使えないので、あ、こっから当たんのかな。
あ、待ってね。あ、違う違う違う、あの、あれを装着します、私は。これ。装着。あー、装着してる。なるほど、なるほど。当たった？明るい。こう曲がりくねっていると道の先に何がいるか。武装した敵です。どこどこ？